朝から私のお家はてんやわんやの大騒ぎ。ほんと正月一緒に来たようなてんてこまいの忙しさ。何がなんだかさっぱりわからず、どれがどれやらさっぱりわからず、何も聞かずに飛んでは来たけど、何を買うやらどこで買うやら、それがごっちゃになりまして、わてほんまにおいわんわ、わてほんまにおいわんわ。たまの日曜サンデーというのに何がいいんだというものか、こんなにたくさん買い物頼まれ、人の迷惑考えずに、あるものないもの手当たり次第に、人の気持ちも知らないで、わてほんまにおいわんわ、わてほんまにおいわんわ。何はともあれ買い物はじめに魚屋さんへと飛び込んだ。タイにヒラメにカツオにマグロにブリにサバ、魚は取りたて飛び切り上等かになはれ。おっさん買うのと違いますず、刺身にしたなら美味しかろうと思うだけ、わてほんまにおいわんわ、わてほんまにおいわんわ。プリがいなかがいたとにか、エビにアナゴにキスにシャコ、わさびを効かせてお寿司にしたなら、なんぼうかおいしかる、なんぼうかおいしかる。お客さん、あんたは一体何かいまんねん。そうそう、私の買い物は魚は魚でも、おっさん鮭の缶詰おまへんか、わてほんまにおいわんわ、アホかいな。ちょうど隣は八百屋さん、にんじん大根ごぼうにれんこん、ポパイの好きなほうれん草、ボタンが別に白菜に、きゅうりに白織りボケなしかぼちゃに、東京ネイティブギウギ、ボタンとリボンとポンカンとマッチにサイダーにタバコにじんだん、ややこし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 、あーややこし。ちょっとおっさんこんにちは、ちょっとおっさんこれなんぼ、おっさんいますかこれなんぼ、おっさんおっさんこれなんぼ、おっさんなんぼでなんぼが、おっさん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 、おっさん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 、おっさん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 、わしゃ聞くでまへん。わてほんまにおいわんわ、わてほんまにおいわんわ、あーしんどい。